先日の新聞で新型ウイルスと戦う全国の医療従事者の従事者に感謝の気持ちを示そうと航空自衛隊のブルーインパレスが東京の空を飛んだそうです。青空に描く飛行機雲にひととき手を休めた白衣の戦士たちが病院の屋上から歓声を上げたとありました。なかなか航空自衛隊もやりますね。ありがとうございました。今回は前回に続いて鬼舞打ちの一人稽古について勉強していきたいと思います。安藤守先生に実演いただきたいと思います。肩の高さですね。これは結構です。左手がちょっと低いですね。これはもう少しグッとこういう感じでできたら、ここにしないが一本やっと入るかどうかぐらいの感じでこうやっていただければ、正しい打ちになります。はい、もう一回やってください。正面を持って、はい、結構です。はい、この形がいいですね。はい、構えて。もう一回。はい、結構です。はい、これから安藤先生によくある一般的な打ち方をやっていただきます。一般的には、元立ちの面を実際に打たせます。これでは元立ちが痛くなったりします。それは打ち切れっていう言葉で、これはまたこういう打ち方をすると頸椎に衝撃を与えることになります。つまり痛打を与えることになりかねません。はい、一般的な打ち方で、大体口元先生方は口元まで打ち切る、そういう指導があります。そういう打ち方をしています。はい、構え。で、はい、はい、構えてください。はい、休め。この打ち方では、こちらの人は大変痛いんですよ。ね、嫌になっちゃいますけど。それで、これはあんまりすぎば、元の人はすごく痛いんだ。ね、だから、もう痛くて、もう確かに打ち切ってるんだけど、で実際にはそうじゃないんですよ。はい、打突ですが、元立ちの面にも実際に打つ寸止めで止めます。しかし手の内が効かせて鋭くしなりに当たっていれば、切っ先が惰性でしなりになって面布団に当たります。これによって元立ちが痛みを感じることはありません。元立ちの頸椎に衝撃を与えません。はい、じゃあ構えてください。じゃあちょっと前に出てきてください。実際はですね、口元まで切るってことはもう思い切ってこう打つんですね。そうじゃなくて、ちょっと肩つなげてこの辺で下ろしてみてください。それ止める。で、その先がしなって面布団に当たる。こういう打ちの方が、いい打ちなんですね。はい。やってみてください。はい。はい、もう一回すれば。始め！はい、じゃあ、やったときに、剣線の先がしのっていきます。それで面布団に当たります。これで十分なんですね。口元まで切ると力んでしまうので、注意をしていただきたいと思います。はい、実際に本当
当にね、あの打ち切った打ちっていうのはね、あのこれ止まってるのは、これはあの本当の打ちじゃないですね。本当に打つと自然と竹刀が上がっていくわけです。打ちっていうのははい、上げて打ちっていうのこういう状態、こういう状態になるわけですね。だから審査を受けるときなんかの場合はこういうフィニッシュになってないといけない。はい、もう一回やってください。このフィニッシュ、フィニッシュね。はい。そう。これがね、あの、審査員が評価する姿でありますから、この形を覚えておいてください。はい、もう一回。で、ここに来てください。上げて。はい、面があり。木材ね、剣道っていうのはね、打ち切ったらどうなるかっていうと、打ち切ったら手はね、自然と上がるんですよ。打ち切れば。打ち切らないと不満になっちゃう。打ち切ると上がるんだって。そして手を上に上げて向こうに、じゃあ安藤先生にちょっとご飯をやってもらいましょう。あれで今度は小さくて、あれ。これでもう十分です。最後のフィニッシュは、もうすごい綺麗でした。はい、決めのある打突ということで、ね、説明をします。打突について基本の方法で、説明してきました。しかし実際に試合となると応用の世界です。相手と対して勝負がかかった場面で打つ前、打った後、打った時、それぞれどういう方が理想なのか、私の過去の試合の録画がありますので、それを参考にまでご覧になっていただきたいと思います。はい、ご覧になっていかがだったでしょうか。先ほど話しましたが、打ちが決まった直後は腕が上にしっかりと上がっていると思います。両肘が伸びています。全日本選手権でも京都大会でも打ちを決めた時はみんな腕が上に上がっています。この点注意してもう一度さっきの動画を見てみましょう。最後に大切なことを2つ話します。それは剣道の講談社が
重視している心の状態についてお話をしたいと思います。一つ目は腹力。最近この言葉は使われておりませんけれども、腹の力と書きます。これは静下鍛錬と同じです。よくあの人は腹が据わっているとか腹を決めたなどと言いますが、腹というのは要は度胸、度量を含めた精神力のことであります。他のスポーツ界でも分かりやすい例で言えば、オリンピック種目のフィギュアスケートとか機械体操などでは極めて繊細で高度のバランス感覚が要求されます。一流選手が練習でいつでも成功していた技が本番で失敗することがあります。これはその時の心が本来あるべきのところに収まっていないからです。勝負とは天才歌手ひばりの歌にありますように、勝つと思えば負けを、勝利への欲が出たり応援する観客を意識するなど緊張感により微妙に狂い平常心を失うことになります。腹が据わっていないときは致命的なミスにつながります。焦りや動揺と人間には様々な感情がありますが、どんな同情下でも持てる力を全て発揮させるには、静かに腹、つまり静下鍛錬に収めることが必要なのです。毎日のわずかな時間を利用して普段から腹力、つまり静下鍛錬を意識しておけば、日常生活においても迷いやためらいが消え、気力が充実し、人生の困難にも真正面から立ち向かうようになるはずであります。よく肝に銘じておいていただければと思います。二つ目は体に仕事をさせる無心です。試合に勝った人のインタビューや審査会で良い内容だった人の話を聞くと、どうやったか覚えていない、どうやって打ったか覚えていないとよく聞くことがあります。雑念も入れずに無念無想、つまり無心になってやってるうちに体が自然に一人でに働いてくれるのです。非常にここが難しいですね。体に仕事をさせるような間合いと心の状態になればいいと思います。それには普段の稽古を真剣に取り組んでいくことが大切です。剣道は難しいよ。終わり。